豊かな自然や貴重な生き物を観察できることで知られる総社市の日居池湿地。子どもたちの視線の先にいるのは体長2センチほどの八丁トンボです。岡山県のレッドデータブックでは準絶滅危惧種に指定されていて、日居池湿地では今月15日ごろから飛び始めました。今日は地元の小学生が校外学習で訪れ、小さな八丁トンボや咲き始めたばかりのトキソウなどを見学していました。見たことなかったです。初めてです。いろんな人たちが大切に残してきたんだと思いました。小さすぎて見つけるのが難しかったです。自然の素晴らしさを知ることができました。みんなで一緒に守りながら楽しむという気持ちで、これからも、こういうところを楽しんでいただきたいと。